アジアパシフィックラリー選手権は国際自動車連盟が管轄するラリー選手権の一つ。その名の通りアジアオセアニア地域を舞台に行われる。1988年創設。略称は A 服で日本国内ではアジパシと略されることが多い。AP4 規定のビッツ4。 WD 流遊券ラリーのリーファン 320FIA が管轄するラリー競技において最高峰である世界ラリー選手権の直下となる地域ラリー選手権の一つとしてヨーロッパラリー選手権、中東ラリー選手権などと同列に位置づけられている。アジア太平洋地域として日本をはじめ中国、マレーシア、インドといったアジア諸国と ニュージーランド、オーストラリアといったオセアニア諸国で構成されている。かつてはニューカレドニアで開催されていたこともあった。日本勢が古くから活躍しており、篠塚健二郎、藤本義郎、田口勝彦、丹山雄也が総合王者、田島信弘がクラス王者となっている。近年はキャロッセのクスコアールドラリーチームが総合王者を獲得するなど活躍している。 また、JRC のラリー北海道は、A c との閉鎖であり、そこで、スポット参戦するドライバーも、少なくない。欧州からの参戦も多く、過去は、カルロス・サインツのように、WRC と並行して参戦するドライバーもいた。2019年からは、アジアカップ・パシフィックカップのそれぞれの成績上位者が、最終戦のグランドファイナルに集い、 そこで優勝した者がチャンピオンとなる、ナスカールのような形式へと変わった。スバルインプレッサ WRXSTI ラリーの基本的なフォーマットは WRC に近いが、WRC が通常3日間開催なのに対し、A ぷ c は基本は2日間開催が一般的である。競技クラスはグループ R の R5 及び R4、スーパー2000とグループ N の NR4。 エーズン車両の AP4 及び JAF の RJ 車両などの 4WD 車をメインとする APUC グループ N 及び量産車のエーズン車両のための APUC2RC3RC5 クラスに分類される 2WD 車両が参戦できる APUC3 の三つがある。なお、エーズン車両とはアジアパシフィック地域各国のエーズンが認めた国内規格の車両で APUC では エーズン企画の車両として、ニュージーランド・オーストラリアの独自規定である AP4、オーストラリアの G2、日本の JAF の規定である RJ 車両の参戦を認めている。上記3クラスの焦点としては、A 区域内のアジア諸国のラリーで構成されるアジアカップとオセアニア諸国のラリーで構成するパシフィックカップ、その年の1月1日時点で29歳未満の 若いドライバー対象のジュニアチャンピオンシップ登録チームで争われるチームアワードが用意されている。2018年には SUV 向けの SUV カップが追加された。ポイントシステムは総合順位に対するポイントは WRC と同じだが A p c ではそれ以外にレッグごとの結果のベスト7に対し7から1ポイントがそれぞれ与えられる。つまり、デイリータイヤで ラリーに規定により競技に復帰した場合も、レッグポイントは獲得できる。ありがとうございます。